調査兵団にするって。コーニー、お前八番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サウザー、お前独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。通りやれば十分巨人と戦えるぞ。やった！
危ねえ。もう少しで潰されるところだった。こいつはさっきより大きいぞ。そのでけえ害虫が一人でやれんのか。戦うなって教わったんだろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。しやがれ。俺と刺せて奴の注意を引く。エレン、お前は同じになれ。お前ら、よし、行くぞ。なんとかなるもんのかな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面超大型キャンディ。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕込めれば。よう、5年ぶりだな。こいつさらに壁を壊す気だ。
超大型巨人が消えた。デレ、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。